はい、アイランドクトリーのオルカポトです。イロハスです。はい、今回はイロハスさんに来ていただいております。デュエルをしていきましょう。何、コイントスマーこれは先行でいいのかな。お、いいだろう。それじゃあいくぞ。デュエル、デュエル。わ、なんだそのウィジャバン。はぁ、おしゃれ。じゃあ俺はギャラクシーブレイバーの効果を発動。はいはい。手札のフォトンを見せて特殊召喚し、見せたフォトンと同じレベルになる。なるほど。でも8だった ?8 だったね。そう。で、ギャラクシーウィザード召喚。こいつはレベル4つ上げる効果とリリースしてギャラクシーをサーチと。そういうこと。強いじゃないの。任せロリー、任せロリーとか言ってけど、その時ないんだよな。どうしよう、どうしようこれ。俺もどうしようなよいしょ。じゃあギャラクシーソルジャーの効果発動。はいはい。いや、スパイバードラゴンと言っても過言ではないこのギャラクシーソルジャーを特殊召喚。手札に光属性を墓地の奥で特殊召喚し、成功したら、ギャラクシーモンスターを手札に加えると。まあ、とりあえず一旦目はおお、リサ。はいはいはい。あ、ギャラクシーアイソルフレアドラゴン、リンク2を出して出た時効果。相手メインフェーズにフォトンとギャラクシーカード2枚、ギャラクシーアイス手札から相手フィールドの特殊召喚されたモンスター破壊する。なるほど、破壊します。はいはいはい、そういうことしちゃうわけですね。破壊します。じゃあまず儀式の下準備だ。う、儀式魔法と儀式モンスターを手札に加えるぜ。割と最近。さて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 、どうしようかな。特殊召喚許さないよ。そうなんだよな。とりあえず、いやでもここ新足りない足りない、そういうことがある。え、何、ライフかってこと。俺のライフ、星が足りてねえなこれ。星が足りてない問題発生してるな。まずいな、よくないぜ。ターンエンドだ、裏側。ターンエンドだ、ちょっと予定が狂ったぜ。ちょっといろいろ考えたが、ちょっとちょっと足りなかったぜ。そんなことされると俺も予定が狂うんですけど。効果使える程度と思ってたんですけど。はい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 。まあいいや。じゃあこいつはまあ蘇生カードだね、装備しますっていうやつ。いや、これソルフレアをどうしとくかな。まあ、今一旦お許された。じゃあギャラクシーエクスペディションを発動。5以上のフォトンギャラクシーがいるときに、デッキから5以上のボトンギャラクシーを出しますよと。はい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 。じゃあ俺はギャラクシーアイズフォトンドラゴンを特殊召喚。ここなんですそれ。リリースもーらい。俺は
リリースなしでギャラクシーナイトを通常召喚。たけよ、通常召喚したこいつの攻撃力を1000下げてギャラクシーフォトンドラゴン特殊召喚。いや、怖えカードあるんだよな。どれにしよっかな。ランク8。来るぞ来るぞ。俺はレベル8モンスター3体でオーバーレイネットワークを構築。何？エフシーズ召喚。ギャラクシーアイス現れよ我が魂。ネオギャラクシーアイスフォトンドラゴン。なあ、まずい。全然まずくないぜ。まずはこっち側攻撃。こいつは特に効果はないぜ。何？ドローだ。ベンデッドチャージを発動。あ、強っ。これ特殊召喚するのはレブナントだ。で、ジニアだ。あれ、ストリゲスの能力発動見せることで、あいつでもどうやって突破するんだ。見せることで何をするんだこいつは。召喚ができるぜ。墓地から。その通りだ。ずるいんだ。しかも、なんかこいつもこいつで嫌なカードこと書いてあるし。こいつもこいつで嫌なこと書いてあるけど。守備表示だ。はい。どうします。はい、じゃあディベンデッドボーン発動。チェンします。はい、ちょっとよくわかんないけどレベルの高い方を墓地送っちゃおう。墓地送るのか。破壊なのか。破壊か。あれ、効果向こうになってる。あれ、いつの間に、どこで向こうになった。俺も把握してないぜこのカード。え、わからないぜ。わからない。わからないぜ。ただ俺は2体を儀式召喚。現れよ、ディベンデッドスレイヤー。スレイヤーの効果発動。ベネットとレブラントの効果発動するぜ。除外するぜ。ひどすぎるよ。ディベンデッドスレイヤーで攻撃能力発動。なんです。墓地から忍びネクロを除外する。忍びネクロをそのまま守備表示で召喚するぜ。ずるい。痛い。ディベンデッドストリゲスの効果発動。ワンドローシー1枚を捨てるぜ。欲張りすぎでは。フェイン2に入る。発動は多分そこだな。あー出せちゃう。サイフレームロードオメガとか見えてるな。見えてるな。悪いことできちゃうけどしないぜ。ターンエンドだ。わ、それはそれで屈辱的だ。オランタンドロー。手札2枚で何ができると言うんだ。そうかそうか、何もできないか。儀式の下準備だぜ。あっつえ。ただ倒しきる攻撃力はないぜ。いやー、ありがてえありがてえ。靴舐めますよ。
リリース。こいつ墓地からも行けんのずるくない？そうだ。こいつだもんな。これで殴るしかない。痛い。ゴーズケアなんてしない。痛い。あ、エンドだ。ゴーズ高いんだよ。なんでサラサラのゴーズマジで。ボルタントロー。なんだと、やめろ。リベンデッドボーンの効果発動、除外することにより破壊を免れるぜ。ふざけるな。ひどいよ。しかも2体分守ったぜ。ちょっと最近そういうの多いよ。ドローカード。このまま人を思いとどめさせてやる。リベンデッドスレイヤー大攻撃。いやー、剥がしきった。あれ、なんでここが無効化されてたんですか。わかんない。把握しきれてなかったんだけど。把握しきれてません。どこでちょっと遡りますわ。おお、ターン6。これで自分で制約設けて効果も超えてたら悲しいけど。いや、でもこっちそんな効果止める効果なかったと思うんですよね。ぶっちゃけて言うと俺もね、ないんよ。でもビビってなりましたもんね。ビビって、うん、ビビってなったよね。ビビってなりましたよね。わからぬ。横にいたのはあのネオギャラクシーアイズでしたっけ。あ、こいつか、もしかしてやったの。あ、こいつだわ、やったの。あ、こいつだ。お前最低じゃねえか。こいつだ。この子だ。こいつですわ。やば。使うの小さすぎて忘れてた。こいつじゃねえか、犯人。やば、ロマンを追い求めた結果、余計なことしかしないじゃん、こいつ。やっぱダメですって。出しづらいし、弱いし、足引っ張るし。究極嫁みたいなやつだ。ダメですって、やっぱ。こいつだ。なるほどね。いや、いずれ強化来ると俺信じてるよ。そうですね。じゃあ、まあ、今回はね、私の勝ちということで。どうもありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。